吉田さん、なんかニュースでね、日本全国でそのプールで水着の女の子を撮影するっていうイベントがどんどん中止になってるみたいなんですよ。まあ、それは共産党のね、なんか議員の方、女性の方が3人ぐらいで、まあそういうのは性を売り物にしてるからね、女性がもう嫌な思いをしてるから中止しなさいっていうふうな、まあ、そんなこう提言をして、まあ、それによってちょっとビビっちゃった会場が、なんかそういうことにこう使わせないようにしてどんどん中止になってるらしいんですよ。まあこのことの後でね、かわいそうな人っていうのが誰かっていうと、そこにモデルとして出るはずだった女の子が急に仕事がね、あっちこっち奪われて、このためにコンディションとかスケジュールとか準備して、で水着とかも買ったりとかね、でポージングとか練習したりとか、それこそスタイリストさんつけたりとかアシスタントつけたりとか、なんか結構準備してたらしいんですよ。それが全部おじゃんになって、一番かわいそうなのが、別に何撮影するために集まる予定だったファンの人じゃなくって、出演するはずだった、まあ、女の子が仕事を奪われて泣き崩れているということらしいですね。一体誰を守ったんでしょうかね。あ、ちなみにマニアックな生き方成功です。